こんばんは、日常演舞です。本日はつやと、もうちゃんと覚えてる、ラーメン風そうめんつゆ第3弾、ラストはチビからマーラーつゆというものを食べていきたいと思います。まあ、もちろんそうめんでね、ラーメン風そうめんつゆもついにラストとなります。最後の3回目はちょっと刺激が強いのかな。いいけど、あの子名前いい加減覚えてから動画撮るようになって、そろそろ思われてるんだろうな、自覚してます。では、まず早速トクトクと、音とと危ないのもないし、最後なのに忘れるところでしたよ。では、トクトクトクと注いでいきます。おー、赤くて辛そうだな、ちょっと怖いかも。でも気になる、刺激のあるそうめんってさっぱりとはまた違った美味しさもあるのかな、なんて。おっと、顔映ってないけど、まあしゃあないか、ほぼくよりマシだからな。だったら注ぐの止めて、注ぎながら喋るなって言われそうですけど、では、さすがにこうすとシャレになんないんで、では、いただきます。うわっ、あ、俺今までの中で一番かもしれない。ただ、あー、ちょっときついな、これ。美味しいんだけどね。なんか汗とは、暑さとは違う汗かいてくる。まあ意識はあるんだけど、きついかも。これ自分好みっちゃ好みなんだけど、少し人を選ぶ味だな。何がどうなってるのかは、この後すぐ。ごちそうさまでした。今まで食べてきた3種類の中で味の変化が一番あるつゆでした。そうめんですすると、ビーッとした舌をつつくような刺激が口の中でどんどん広がってきて、食欲を誘ってくれます。変わり種そうめんつゆ、ラーメン風そうめんの中では一番おすすめですね。ただ、ちょっとこれ単体で飲むのは無理なので、辛さ的にスープ残っちゃったんですけど、あとで何か別のものを入れて処理して、処理するって言い方悪いな、食べたいと思います。ちょっとこれ直接飲むのは本当向いてないので、絶対にそうめんつけてください。応用したら何か使えそうな気もしますけどね。というわけで、今回食べた、使ったか、シビカラマーラーつゆは、ビリビリとくる刺激が本当に目を覚めさせてくれて、ある意味夏にぴったりだなと思ったので5点とさせていただきます。ただし容量にはご注意を。それでは、夏の日で王様目覚めよ。今日この日、夏の王様ってどんな人なのかな。というわけで、本日はラーメン風そうめんつゆ、最後のシビカラマーラーつゆを食べてみた、いや使ってみた動画でしたが、あなたは興味が湧きましたか。もし興味を持っていただけたのであれば、ぜひ使っていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。演舞終演。